こんにちは、海のひとときです。夏に入り、堤防や釣り場が混み合うことが多く、水中映像がなかなか撮れません。最近、キス釣りに行ってきました。水中映像は撮れなかったのですが、とっておきの方法を一つ見つけたので、そちらを紹介したいと思います。今から少し市販の仕掛けを改造してみたいと思います。この仕掛けです。一番上にスナップがついていて、で合計が140センチなんだけど、ここから7センチ、まあ10センチほどで針が2本ついている仕掛けを少しちょっと変えて作ってみます。まずはじめにスナップ、一番上のスナップはそのままつけっぱなしにして、途中についている針もこのままでいいと思います。一番下にあるこの針を取っちゃいます。そしたら今切ったところ、この部分ですね、この部分にサルカンをつけます。この上のサルカンから一番初めに来る針までの間に、まあ1個かな2個かな、ちょっと針をつけてみます。この上の部分は、普通にミチ糸とつなげてもらって、一番下に当たるサルカンのところに、竿と適合する重りの負荷をつけてもらって、あとは投げるだけです。はい、こんな仕掛けです。ここに針があって、1本目、2本目、3本目で一番下に重りがついてます。磯目がなかなかつけれないよっていう時は、このように砂を少し手につけて、で磯目を持ってもらって、針につけて、で磯目を直接砂につけちゃうと、夏場とかだとどうしても暑くて磯目がやけど状態になっちゃうので、極力自分でこう砂を手につけて、で少しまあ熱がほぼないと思うんですけど、それをこう気持ち払った状態で磯目に触って磯目をつけてあげる。そうすると全然滑らずにスムーズに砂もつけれます。では投げてからどのように動かしていけばいいのかっていうのを、ちょっとポイントを押さえながら説明してみます。まず、一番下に重りがついていて、その上に、今回は針が3つ磯目が3つついている状態なので、この仕掛けはどちらかというと磯目を動かしてあげる、重りを動かさずに針だけを動かすような形で釣りをしておきます。まず少しこうテンションを張ってあげて、でなるべく、水平じゃなくてもいいんですけど、 15度ぐらいの角度で、重りがそこについた状態でちょん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 とこのように仕掛けを振ってあげます。そうすると、重りが動いてなくて止まった状態で、針がこういう風に多分ぐるぐる回ってるか上下に動いてるかなんですけど、そうすると餌がもう一度動いているように感じるので、巣がその瞬間にこうバイトしてきたりとか、まあそのバイトするためのアピールになったりします。でなぜ竿をこう立てないかっていうのは、竿を立てすぎちゃうとテンションが張りすぎちゃって、キスがこう餌にこう食いついてくる瞬間に、テンションで離れてしまったりとか引っ張られちゃって、向こう係もあることはあるんですけど、どちらかというとちょっとこう下に下げながらピシッとテンションを張るわけじゃなくて、ちょっと気持ち緩めた状態にしてあげると、
キスがこうよ、なんだろうな、余裕を持ってしっかり食べれるようになってるのかなっていうのをなんとなくイメージして今やってます。でちょん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 動かして少し竿を下げて気持ち緩める。で竿先で当たりは十分取れるので、この状態で少し待って、まあ10秒ぐらい待ってあげて、特段当たりがなければまた同じようにちょっと引っ張って、で糸を張った状態で揺らしてあげる。で少し下げる。当たったら重りが一番下についてるので、なるべく海底にぶつけちゃって魚がこうバレちゃう可能性もあるので、極力竿を立てて、あまり早すぎずにですけど、ちょっと急ぎながら巻いた方が魚がバレずに、ちゃんとランディングができるかと思います。あ、なんか今日違うな、チャリコだ。君だったのね、ずっと当たってたのは。泳ぐ。君か。フグでした。木釣りの市販の仕掛けや水先の仕掛けで試してみたところ、なかなか釣果が伸びず、試しにカワハギ釣りの仕掛けを投げてみたところ、そこにキスがかかったので、今回この仕掛けとして代用を作ってみました。結果的にはキスが2、バラシが4、魚道としてはフグが3、チャリコが4と、釣果としては非常に良かったと思います。またキャストするたびに当たりや餌が取られることは非常に多かったので、この仕掛けを試してみる価値はありそうです。来週は非常に面白い水中映像が撮れたので、ぜひ楽しみに待っていてください。では今回もご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価のほどお願いいたします。